思い出がございましたね。あ、これあの東京の師匠でございますね。大好きですね。ああ、もう、はい、なんかかっこいい。僕あの日本放送で素人でまだ芸名もついてない頃にですね、ラジオの帯番組を夜9時から10時まで1時間、三宅裕司のヤングパラダイスって番組があって、それが10時からなんですけど、9時から10時までの1時間帯番組をいきなり素人にやらせるって、日本放送はなんとおっちょこちょいな局なんだろう、いや東京というのはなんとおっちょこちょいな街なんだろう、大阪ってこんなん考えられへんと思って、それでなんかそのやり終わると、放送作家の北吉洋一さんという方がね、あの馴染みがないだろうから連れてってやるよって言って、ホワイトを紹介してくれたんですよ。でホワイトに、僕のボトルホーローゼスバーボンの、はい、これをあの勝手に飲んでいいからねって言って来てもって言って、ありがとうございます、いや東京の人はこんな、大阪の人こんな人おらへんわと思いながら、でしょっちゅう行ってはバーボンのソーダ割りって、あのハイボールって言葉知らなかったんですよ、はい、バーボンのソーダ割りください、バーボンのソーダ割りくださいってやってたんですよ。だから飲んでたら、僕カウンターで飲んでたんですけど、後ろの席でテーブル席でタモリさんと研ナオコさんと原田芳雄さんがなんか、うん、まあ、大人のじゃれ方をしてるっていうか、はい、うわすごい人らおるなと思ったら、後ろからねえ君っつって、あめっちゃ似てる、振り返ったら芳雄さんが俺に声かけてて、はいって言ったら、君関西だろ、めっちゃ似てる、めっちゃ似てる、ああ関西人です、こっち来て一緒飲もうやって、いいんですかって言って、でタモリさんもいるけど、タモリさんは前になんか今夜は最高のスタジオでちらっとご挨拶したことはある程度だ、もう面識ほとんどなかった。それであの、いや関西だったら祇園で飲みたいねみたいな話を延々なさってて、で タモリさんも紹介して紹介して金ならあるとかなんか言う面白い、うん、面白い、はあ、いやあの紹介はね、あのあそうや桂小兵衛町という知り合いがおるので、お連れできると思いますみたいなことを言ってて、で今度お腹空いたら電話かけといてって、コースターの裏にあの46、あ言うたらあかんわな、あの 7桁、はい、当時は7桁でした、はい、の電話番号を書かれて、でお腹空いたら電話かけといてって言われて、お腹空くの待ちましてね電話かけたら天ぷら大会やってるからおいでって、って言ったら、優作さんとか桃井さんとか、あと売れる前やったと思う三野志郎さんとか林海蔵監督とか若松浩二監督とか、もうとにかく大楠道夫さん、すごい人らがいて、でみんなに粉まみれになって和室でなぜか天ぷらを揚げてる吉尾さんの姿があってああ来たか、君に究極のかき揚げ丼作ってやるからって、究極のかき揚げ丼どんなんやろなと思ったら、かき揚げご飯の上に乗っててタレかかってて、箸で押したら白い汁が上がってきて、これ上がってませんけどって君はこだわりだなとか言われて究極や言うたよ究極やけど、ね、こだわりがなかったんやね、うん、それで もう一回揚げ直してくれて、クリスピーで美味しかったですよ、うん、もう涙流すほど嬉しかったですけどね。それからもうあのお家、自分の実家みたいにしょっちゅう行くようになって、そんな餅つき大会もずっと出られた。餅つきはもうだから、それからその後餅つき大会って毎年年末12月28日に吉尾さんでやってて、それもね30何回解禁賞でした。私でもうここ25年ぐらいは最後の締めは私が、あのそれでは皆さん解散しましょうって言って3本締めの音頭を取るような感じですね。うん、まあ、吉尾さん亡くなった後もね、健太君ってあの息子のギタリストのもう大変な風格でございますけど、はい、彼が、仕切ってやってますね。うん、本当受け継がれて、もう本当によし、来年はみんなで行こう。それは迷惑やと思う。無理か。吉尾さんおるときはね、そうですか。あの最初行き始めた頃ですけど、優作さんがすごい演技論を教えてくれて、ね、絶対怖いんやろな。いやでもね、すごくなんか ありがたいなっていう、その分かりやすく演技論を語ってくれてて、そしたら横に酔っ払った桑名さんがドカッと座って、ギタージャカジャカ弾き始めて、で優作さんがうるせえなお前向こうへ行ってやれって言って
何言うとんねん、お前も一緒歌えや、うるさい向こう行けって、優作お前も歌えや、お前年上に向かって優作はねえだろ、何を言うとんねん、今までいつも優作って呼んでたやないかって思って出るか、出たらこらって言ってギターを置いてそのままガーって出てって、優作さんも出て行って、で横で渡嘉敷さんってあのボクサーの猫ひろしぐらいの感じの人ですけど、吉尾さん俺行ってきますよって言ったら、吉尾さんがトカちゃんの手持って、トカちゃん行っちゃダメ、二重にダメ、解決しないし、であんた格闘技なんてかダメって言って、たらもうあのあっという間に収まって、であのどうも最終的には荒戸源次郎さんという映画のプロデューサーと城山中さんが抑えて、で戻ってきた時には桑名さん血まみれになってたんやけど、もう瞬殺やったんですね、すごいな。それで桑名さん大丈夫かなと思ったら、あの桑名さんなぜか俺の脇に仁王立ちになって、キッチュ帰るぞ、俺連れててもろてないんですけど、俺自発的に来てんねんから帰るやったら帰ったらよろしいやんと思って、なんか子分欲しかったんやろね。でその時まだ小学生やった息子のミュージと俺が子分みたいにしてついていって、もっとここで飲みたいのにと思いながら、ベロンベロンの桑名さんのなんかランドクルーザーかなんかも大きい四駆に乗せられて、めちゃくちゃな運転で、後ろでミュージー用テーマどから入ってるし、もうなんかね、ミュージー飲んでたんです、ミュージー君は飲んでた、ミュージーは飲んでないですよ、車酔いで入って、なるほどなるほど、びっくりした。そう小学生飲んでたらあかんやん、小学生やないねんから、うん、まあ、そんなちょっといろいろ思い出しましたですね。年上にね、優作はないだろうって言いながら、うん、よしおって呼んでありましたもんね。そうなんよ、よしおさんがね、よしおって呼べって、僕らもよしおって呼ばされてましたけど、あの上下関係を作るのが嫌だっていうね。今お孫さんも、うん、コウノスケくん、はい、役者になられてて、そう、原田健太の息子のコウノスケがね、映画のまあまあナンバー2ぐらい主役格で出てます ね、うん、でよしおはすごいなと思いましたって、お孫さんも、うん、徹底してますよね、うん、そうそう、吉尾さん亡くなったのはまだ彼が2歳ぐらいの時だったんですけどね。でもやっぱりなんかあのかっこええ感じに名前だけで呼ばそういう感じじゃなくて、ちゃんと尊敬して、うん、お孫さんもそんな感じでコメントしてはりました。そうですわな、ね、うん、そうそう、だから形じゃないっていうことでしょ。いやもう実際そうですね、